です、高尾さやかです。前説じゃないわ前説じゃないわ。いきなりのスクショタイムでした。え、めっちゃ可愛い、2個2個になっとるよ。ありがとんぬ、じゃんけん。かわいい、嬉しい。かっこいいありがとう、ありがとう。分かってない、大丈夫おつしかないやん、しゃやん、やっしさん、ダンさん、ゆうきさん、なおきさん、なおなおさん、まいせんさん、 F 渋谷さん、ななちゃん、りんさん、さとるんさん、ひらりんはとさん、せいちゃん、ひらにーさん、ゆうさん、れいくさん、せいやんさん、めっちゃかわいい、ありがとう。ありがとう。みつるんさん、くま、ありがとう。いくかぴょんぴょん、なのさん、結婚してありがとう。いくかぴょんぴょん、ハートいっぱいありがとう。ん、膝、膝髪、膝髪。さとしんでみきゃん、ゆいちさん、まいせんさん、神戸のマーチさん、ネリバーさん、なるみさん、ひでのひでさん、コッペさん、ハイズさん、ハリーポッターメガネのひげおじさん、ありがとう。ペース長く、ご飯はもう食べ過ぎるぐらいに食べた。こんばんは、かっこよかった、嬉しい。アイスも、アイスはこの前なんか 10% オフになってた、カフェオレ&クッキーのアイス。でもアイスのジッパーオフってもうあんま変わらないけどさ、なんか知らんけど買っちゃうんだよね、なんでだろう。10円ぐらいしか買わないんだけど、私はそれよりもこの前そう、うさぎオンラインっていうなんか私の好きなブランドたちが集まったこう通販サイトみたいなのがあるんですよ。普通の通販サイトがあって、罠でそれがさ、ちょうど夏物セールを最終ラストセールみたいなのしてて、こう半額とかに なってたりするんですよね。2年前のアイス、どうなんだろう。アイスって期限ないって言うけどね、
2年前かあ、そういうこと。10個買ったら1個無料。確かに10個買わないといけなかったか私そう、半額は買いなんですけど。そう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 、私うさぎオンラインの本当にちょっと元ゴールド会員元ゴールド会員なんですけど、でそれをね最近久しぶりに買ったんですよ、うん、やっぱり 50% オフになってたから。かわいい、なんかスウェットみたいなのと、あとなんだっけ、なんかそうワンピースを買って、2着買ったんよね。それでもう普通に1万円ぐらいだったんですけど、そしたらその頼んだ次の日になんとセールアイテム限定で2つ買ったら 10% オフみたいなになって、えみたいな嘘でしょってなって、そう嘘でしょってなって、で自分のそのマイページって受付状況みたいなの見たらもう出荷済みになってて、あもうダメだみたいなあもうダメもうダメだそう、やっぱり1万円の 10% オフが結構大きくて、そうねえ、もうアイスの 10% オフはね逃さなかったんですけど100円アイスの 10% オフは逃さずに、そうそう洋服の 10% オフは無理やった、ちょっと桁がちょっと桁が、そうちょっと先に言ってよみたいなもう明日するって言うなら先に言ってよと教えてよと教えるはずがない。そう地味にね、地味に来る。まあでもすごい可愛いから全然もう満足してるんですけどね。これこそ知らんのが仏ですね。知らない方が良かったよみたいな。売り切れよりかはいいね。確かにもう一回購入したらもう見に行っちゃダメだ。一時期うん、でももうね忘れたもう忘れたよ。こんばんは。ごきげんよう。ごきげんよう。公演配信見て好きになっちゃってきました。え、そんなことある？ありがとう。ほんと めっちゃ覚えてるけど忘れたよのぶさん、メガバイトさん、やしんまりゅうさん、炭酸せんべいさん、おたてさま、藤田もつさん、
のぶさん、りんさん、ゆうきさん、押すしかないやん、しゃやん、メガバイトさん、大西くん、はまっちゃさん、タピオカちゃん、タピオカちゃん、ありがとう、ありがとう、タピオカちゃん、カズさん、鳥取太郎さん、カニフミオさん、サンキュー、公園から来たけ、嬉しい、可愛すぎる、嬉しい。ありがとう。そう、今日はね、そう中止になっちゃったけど、うん、なんか台風が低気圧何かに変わったけど暴風になったみたいですね。え、そう、私今日全然顔のコンディションはそんなに良くはないけど、そう言ってもらえるのであれば嬉しいです。カイです、ありがとう。風がね、強いですよね。ありがとう、優しい、優しいの、優しいの。自分の顔やけんかな、気になっちゃうの。ありがとう、ありがとう。友達がさ、めっちゃ可愛いって言ってた。なんだと、嬉しい。対戦ありがとう。そんなことないよ、僕はそう思わない。やっはー、つらたん、全然大丈夫だった。私はもうこの通り健康で元気です。なんか今日はお寿司とサラダと、母親も言うてた。あ、なに、え、タワーだ、ほんとだ。まゆせんさん、ありがとう、ありがとう。このさ、金魚の植木鉢は ロックオンさん、大西くん、やっちゃん、やつばさん、あれ、植木鉢じゃない金魚の金魚、金魚、ありがとう、10個四つ葉さん、四つ葉あおちゃん、よしとさん、ひろのりさん、ゆういちさん、タピオカちゃん、ありがとう。冷静に間違えた。あ、そうなんだ。あ、ありがとう、いっぱい、夏場さん、まいせんさん、ありがとう、よしひらさん、ももちゃん推しの友人にさやの返すを布教していた。え、ありがとう、そんな、いろんな、そんな、こう輪が広がっていく感じ、なんか素敵ですね。今日は広がる日、愛媛でさや見れて嬉しかったわ。お、私もだよ、ありがとう、嬉しかったわ。
木パチ、植木パチ。6月6日に UFO があっち行ってこっち行って落っこちて。こんばんは。さあやんやほアロハは、斉藤飛鳥さんのお誕生日ですよね。急に。そう、なんかすごいお誕生日がすごいいっぱい。そう、今日は雲上さん、なんか本当に、そしてそう今日は我らがソルハさんのお誕生日でもあります。そうなの？え、私多分斉藤飛鳥さんってあれ？同い年だったような。で多分雲上さんもあれ？雲上さんも違ったっけ？あれ？あ、そうだよね。確かそう、雲上さんと、ありがとう、褒めてくれて。あとそう、斉藤飛鳥さん、そうだ、同い年だ。私も98年です。98年すごいですよね。98年すごい。そう、私の推しメンの村重杏奈さんも98年で。
そう、橋本環奈さんも98年でございます。じゃあまゆせんさん、タワーありがとうございます。イエーイ。ありがとう。また会いましょう。イエーイ。ありがとう。おやすみ。そうそう。でも他にもいらっしゃった気がする。そうそう、広瀬すずさんもなんかこの前さ、そう番組でさ、なんか98年の凄さみたいなあったんですよね。98年生まれの凄さみたいな。でもそれ言ったらもうみんなか。それ言ったらもうどの生まれもおるか。でもそうですね、なんかこう金メダルとか取ってる方とかも結構同い年の方多くてびっくりしちゃう。こんばんは。すごすぎる？なんか嬉しい。ありがとう。サーヤン9回応援してますね、よろしく。お、嬉しい、ありがとう。9からありがとう。あ、そっか、新入社員とかも、そっか、98年、99年くらいかな、同世代。いえいえ、こちらこそ。こんばんは。ポニ太郎さん、リンさん、ベレッタさん、サトルンさん、南蛮の久人さん、金魚鉢ありがとう。ミツルンさん、ケンタロウさん、エイちゃん、クマありがとう。うっかりあんこさん、なおなおさん、よしひらさん、おたてさま、トッシーさん、神戸のマーチさん、豊中のひろさん、ありがとう。かわいい、嬉しい。次はツアーは、そうですね、14日の香川公園か。そうだそうだ。そう、私結構ね、推しメンが同い年なんですよね。この今週結構あれですね、いろいろあるな。そうだな、そう、私徳島はねちょっと行けないんですよ。
98。そうなの？そう。こんばんは。そうだね、気をつけなければ。そうそう徳島ラーメン食べたいですね。お、ありがとう。そっか、広島の9月12日のチケットのなんかそういう期限とかも今日か。お、さやかの先輩と出会えた、よかった、ありがとう。よかったよかった。お見送りね、なんかどうなんだろうな明日まで、アロマ。そうだね、ローモバのイベントなんかまた復活するね次は違うメンバーで。ハロー。コンビニが明日まで。あれさ、もうダウンロードしたことがない方やけん難しいですよね。だからもう一回しちゃった方はもうできないのか。あ、お、忘れてた、よかった、お、よかった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 。今から行く、ありがとう、愛してるよかったよかった。もし忘れてる方いらっしゃいましたら、明日までだ。私なんか今日すごい嘘なんやて。サイアン大丈夫、うん、ね、アカウント消したりいろいろ方法があるのかわいいや、翌日早いね。確かに顔認証ですね、顔認証結構衝撃ですよね。あ、消さなくても大丈夫なの。そうなんだ。そうかそうか、申請したよってめっちゃ素直完了になってる、 OK。 顔認証マスクしてたら分かる、多分ね、ギリ分かるか分からんかかもしれないね、マスクありだと。そうなの、ギリだとまだあるよね そうマスクしてても大丈夫だって。おお、あ、大丈夫なんだ、すごいすごすごいな。でも人によって違うか。
人によって違うね。でも早いんだね。そっか、入場やっぱりそうですよね。早そうですよね。神戸のマーチさん、高尾ゴンヤン、タコありがとう。ゆいちさん、あおちゃん、南波のいさとさん、金魚ありがとう。ロックオンさん、ありがとう。世界ときめきさん、とったり太郎さん、バルタン太郎さん、メタボさん、トッシーさん、エビスさん、ありがとう。裏で人が認証してる、ちょっと面白い。それは機械の意味が。双子は分かんないですよね。高雪さん、あーさん、ありがとう。きちねさん、ゆうさん、しんさん、きちねさん、押すしかないやん、しゃやん。双子の方とかいらっしゃるんかな。です、ありがとう。へえ、双子の方はファンの方とか出会ったことない。あー、なんかあるよね。友達とかいたかな、双子とか。言われないよ、そんな。他のレーンにいたのは双子の兄弟だよとか言われない、言われない絶対それ言い訳や。あ、そうなんだ。やっぱり双子ってやっぱり見ちゃうもんね。星集め中に、かわいそうに星集め中断。え、ありがとう。そうなんだ。その手があったかじゃないよ。今日から双子になろうとって並んでいいよ。目立ちますよね。実はじゃないけん。
実は急にカミングアウト、急に増える私のレーンに双子が自称双子が増えるよ。急に増えちゃう。高尾紗友子誰？サイアン双子多くない？なんかやな、その噂なんか私は信じんよ、私は信じないよ。そんな同じ服の同じ顔の同じうちわ持ってる双子なんて同じグッズ持ってて、あ、でも本当に双子の方もおる、それは信じる。汗しかないやん。そうだね、双子でアイドルはないかもね。結構姉妹とかはね、見るけど、タピオカやん、神戸のマッチさん、ありがとう。そう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 。ミクチャは、ミクチャ配信はね、私あさってですね、次は。スケジュールはね、そうマネージャーさんが決めていただきてって感じですね。そうです。明日は私ちょっとお仕事があるんですけど、でもどうだろうな、できる時間帯があったらなんか追加でできたらいいなと思うけど、なんか最終日が怖いですよね。なんかあんまり初参加だから、そのミクチャのなんかそのイベントとかはどうなるかは分かんないんだけど、なんかは怖いな。そうなんだ。
ですよね。そうそう、みほりんとも話してて、そう最後までなんか分かんないよねっていう話をしてて、そうそう、なんかね、なんか10分前とかに急にこうなんかポイントが変わるの、なんかあれですよね。あそう、最後はそう、私そう最後はなんか全員で配信とかなんかできたらいいなって思うけど、それもね多分できないし、あ配信終了直前やとなんかポイントが反映されない、確かにね、そうですよね。コラボ配信とかもね、どうなんかな。こんばんは。そうなんだ。そっか、なんかいろんなギフトあるけんな。確かに確かに。こんばんは。ありがとう。そう、なんか勝手にそうですね。え、そうなんだ。ですね、いつも通りの自分で言おうと思います。いや、そう、そう、あのね私さ、みくちゃさ、すごい緊張するんよねそうなんよ。なんかね、そう緊張するんですよねそうなんよ。ありがとう。前説になった。なんかミクチャ結構誰がこう入室しましたとか見えるし、なんかそういろんな方が見てるんだなっていう印象がすごいあって。
緊張しちゃいますね。やっぱ慣れですよね。ショールームはもうね慣れてるんですけど、もうねもうすぐ600日連続で配信をしてるから、いや体質は見えないですね。そう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 、あそういう通知解除とかあるんだ。あ、消すとかできるんか。へえ。緊張するの。こんばんは。すごいね。そうそう、なんか緊張しますね。あの AKB48 の明日よろしくぐらい緊張するありがとう。そう、あれもすごい緊張しましたね、あの伝説のコメントありがとう。全然いいよ。なんだろうね、なんかちょっとそうこんな感じするかもしれない。ショールーム配信すごい結構日常感っていうか、うーん、アットホーム感があるんですけど、ミュー養老は一度だけあります。ですね。美しい。私は元気だ。私は元気だよ。ありがとう。そう、なんかねショールーム配信はそうですね、なんかあります自分って感じがする。こうじゃないといけないっていうのがないから、そうですね、自由にしてますね。うん、なんかスって感じがしますね。もう本当に私本当にあのもう作ってないから作ってないというか何て言うんだろう、ナチュラルで入れる感じの場所。
ですよね。うん、普通に話して普通に。だからそう、だからそんな配信を。褒めてくださるのが嬉しいです。昨日の配信なんか終われなかった原因はなんだろう。携帯が重かった携帯が重すぎて固まってた。めっちゃありがとう。そう、熱持ってね、熱を持ってました。びっくりしちゃった。そうそう、ちょっと焦ったもんね。そろそろ写真を消さないと。もう写真自撮りしすぎて多すぎて。もうこんな時間か。なんか何を話したわけでもなく、もう1時間経つっていう。はにゃ、消すやつもらえた。なんだろうな、まず食べたご飯の写真とかは絶対撮りますね。あとは自撮りがもうめっちゃある。なんか休みの日とかは特にあんまり撮らないから、写真を。だからライブの時とかに結構多めに撮るんですけど、今日はお寿司食べましたね。そうそう、取りだめ。そうだよ、私サーモン好き。サーヤンからのサーモン。サーモンとエビ。めっちゃおしゃれですね。炙りとかバジルとか、あとあれだ、ネギトロも好き。
そのノンマンのやつだ。私は好きなの。お寿司にはやっぱり緑茶ですね。そう、もう私も寝る。じゃあもう寝よっと。ありがとう、見てくれて。アーツさん、ネッシーさん、みつるんさん、としやさん、神戸のマーチさん、きちねさん、ありがとう。そう、私ちょっと1時間経ったか本当に分かんないぐらいになんか頭がついてきてない。大丈夫かな。よかった。時空が歪んでる。ありがとう。なんだろう、この感覚は。でもね、自撮りね、ありがとう、嬉しい。明日はね、そう、朝早いので朝配信はねないんですよ。そうそうそう。明日はね、なんかね、なんかすごいです。いや、教えんけどね。うん、ありがとう。また言います、いつか。私もどんな感じかわかんないんですけど、ヒントなし。あれ、買ったかな。
や、もう私はもう寝るだけ。頑張る。ごめんね、そうライブのなんだっけ、ジェラマセンの中止ごめんね。にゃんにゃん。ありがとう。違う、にゃんにゃんはあれですよ、コメントでコメントがにゃんにゃんって書いてあったから、そうそうにゃんにゃんって言っただけで、そう、自分勝手ににゃんにゃんって言った私が勝手ににゃんにゃんって言ったくらいない。あ、変わった、ありがとうございます。突然にゃん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 言った。急にあざといあざと女子になった。今日の1位はまいせんさん、ありがとう。タワーありがとう。2位は四つ葉さん、四つ葉さんありがとう。3位はせいやんさん、ありがとう。よく見たらみんなアバターの癖がすごいね。4位はタピオカちゃん、5位は南波の佐藤さん、6位は神戸のマーチさん、7位は高尾ゴンヤン、何これ膝膝に、8位はネッシーさん、9位はロックオンさん、10位はさやか姫さん、11位は吉平さん、12位はみつるんさん、13位は炭酸せんべいさん、ありがとう。F 渋谷さん、 A ちゃん、イクガぴょんぴょん、たてさま、あーさん、りんさん、お、ありがとう。きちねさん、ゆうきさん、大西くん、えびすさん、よしまりゅうさん、よしとさん、あおちゃん、わんたろうまるさん、けんたろうさん、やっちゃん、さとさん、ゆういちさん、ありがとうございました。チャッキーさん。34位がズーさんです、おめでとう。いつも感謝、いえこちらこそ。あ、ファイトありがとう。いや、一回更新しよう。イエーイ。リュウさん、せいやんさん、あーさん、さやか姫さん、よしとさん、炭酸せんべいさん、ワンタロマルさん、金魚、くもはさん、せいやんさん、てるさん、あーつさん、ありがとう。
じゃあねー、また明日。だから明日は夜配信ですね。おやすみなさい。また明日。